土壌工法とは、日本に、かつて存在した土壌工の法律、土壌工の単位、土壌工計測機器の構造、検定、事業者などについて定めた、強行法規であるが、小取引や公的証明のみを対象としている、土壌工取締条例を継承して、1891年3月24日に、交付され、1893年1月1日に、施行された。 1909年3月8日に全部改正され、軽量法6月7日、交付、1952年3月1日施行に伴って廃止された。制定当時、原則としては、借還法であったが、すでに日本は1886年にメートル条約に加盟していたために、差しと抜きはメートル元気、キログラム元気から換算する方法をとり、 メートル法も公認されるという二元的な単位体系をとっていた。例えば威尺は10、33メートルとし、一貫は15,4キログラムと定められた。このち差しについては、強法弱から導出される石中弱の長さに順次、抜き、門目については、進化条例及び度量高取締り条例で1、線イコール3.756521グラムと規定されていたものを、 換算の便宜を図ってメートル法に基づく数値に変更したのである。だが、イギリス・アメリカでは、ヤードポンド法が広く使われていたために、1909年の改正土量工法でこれも公認され、三単位体系の並立という状態を生み出して混乱が生じた。第一次世界大戦下の公共を通じて、工業国として成長した日本は、日本製品をより広く売っていくために、 単位体系を一元化して、工業品規格の統一を進める方針を固めた。これを受けて1919 19年には、圧力、温度、比重単位の規定が追加され、1921年4月11日に、メートル法に一本化する改正法が交付された。改正法の不足では、従来関用の土量校は、直例の定めにより当分の間使用することができると定められ、 大正10年法律第71号施行期日の件で改正法は1924年7月1日施行、官庁向けには10年、一般向けには20年の猶予を設けることと定められた。だが、国粋主義者による借款法擁護運動にさらされて、統一期日は何度も変更され、国家主義の対等とともに事実上無期延期された。戦後、 事業者の許可制を免許制に改め、範囲も33種類の単位に広げた計量法が変わって施行されることになるが、メートル法統一問題は、計量法体成果に持ち越されることになった。ありがとうございます。